エーベルタズマンはアメリカ合衆国の競争馬、繁殖品馬である。主な勝値倉は2016年のスターレットステークス、2017年のケンタッキーオークス、エーコーンステークス、CCA オークス、2018年のオグデンフィップスステークス、パーソナルエンスンハンデキャップ。2014年3月12日に誕生。2015年9月のキーンランド一切馬セールに、 上場されたが、6万5千ドルで、主取りとなり、生産牧場のクリアスカイファームズ所有のまま、競争馬となった。2016年8月に、サイモンから半球社からデビューし、2戦目で初勝利を挙げると、そこから3連勝で、ハリウッドスターレットステークスを制して、G1 初勝利を挙げる。同レース後、チャイナホースクラブが、所有権の50%を購入した。 三歳初戦の三体サベルステークスでユニークベラの二着となった後、突如、ボブ・バファート厩舎へ、天馬屋が発表された。カラハン調教師は、主戦のジョー・タラモが、同レースで着用する予定だった、チャイナホースクラブの勝負服ではなく、誤って前走までと同じクリアスカイ・ファームズの勝負服で起乗してしまったことで、チャイナホースクラブ側の怒りを買ったことが、 テンウマヤーの理由だと説明し、謝罪が受け入れられなくて大変悲しいとコメントした。バファーと旧車に、テンマヤー後は、ケンタッキーオークス、エーコーンステークス、CCA オークスと3つの主要な3歳品馬 G1 を制覇した。ブリーダーズカップディスタフでは5歳馬、フォーエバーアンブライドルドの2着に敗れたが、2017年の、 エクリプス賞最優秀3歳牝馬には249票中244票の圧倒的支持を集めて選出された。2018年は、初戦のラトロワンヌステークスで4着に敗れて、デビュー以来初めて連帯を外したが、叩き2戦目のオグデン・フィップス・ステークスを7馬身反差で、セースとパーソナルエンスンハンデキャップも勝利して、G1 勝利数を6まで積み上げた。しかし、 続くゼニアったステークスでは6頭立ての5着とまさかの大敗を喫する。それでも中間の調教では良好な動きを見せ、ブリーダーズカップディスタフでは3歳頻馬、物モいモガールに次ぐ2番人気に押されたが、1着から22馬身も離された最下位に沈んだ。レース後、バファーと調教師は、彼女は単純に走るのをやめてしまいました。一りも良かったし、マイクも、 積極的に動こうとしていました。しかし彼女はもうこれ以上走りたくないというように見えましたとコメントした。主戦のスミスもどこがおかしいのかわかりません。説明できて修正できるような何かであればよかったのですがと残念だった。以下の内容はイクイペースの情報に基づく。引退後は一旦生まれ故郷のクリアスカイファームズに戻ったが2019年1月の キンランド混合セールに上場され、クールモアグループの MV マグナによって、セール史上最高額に並ぶ500万ドルで落札された。ありがとうございます。